峰田勝明のワクワク三昧。時間です。この番組は沖縄からワクワクする情報をお届けし、ワクワクする生活を楽しんでもらおうという番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgidowan.com。 FM ギドワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動しています。たくさんツイートしてください。最後の放送も始まっています。スマホの場合リスンラジオ、リスラジからパソコンでお聞きの方は FM ギドワンのホームページに再生ボタンがあります。本日ゲストいませんが、私と小春さんでやっていきたいと思います、はい、沖縄のちょっとした情報とかをね、織り交ぜながら、曲も織り交ぜながらやっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、今日は 何日でしたっけ。7月7日です。7月7日。はい、7日。はい、7日。なんかあの7日とか1日とかいろいろありますけど、ね、うん、その言い方ってなんかあれです、ね、数字が続く、あの例えば7月1日とかいう1日って、うん、なんか初めの日っていう意味だそうですね。だからあの数える、1日、うん、1日目2日目とか3日目とかっていうじゃなくて、うん、7月1日という特定の日を指すときには1日とかっていう、うん、らしいですね。そうなんですね。へ、なるほど。なんかあの早速いろいろとメッセージが入っております、うん、ありがとうございます。パクボーイさんから、はい、ミネタさん、小春ちゃん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も相変わらず暑いですね。ですね。一瞬セミが鳴き止んだ。ああ、そして今日ミネタさんは浴衣かな。ああ、小春ちゃんはそろそろ慣れたかな。腰とお腹は痛くならなくなったかなっていうふうに。おやおや、またちょっとあれなんですか。ね、壊したんですか。いや食べ過ぎとか。まあそれもちょっと否めないですけど。でもやっぱり浴衣着てると、うん、腰お腹すごい紐でやっぱりきつく結ぶので、はいはい、それが苦しい。なるほどね。この浴衣ウィークは、はい、ありますね。そっかそっか、いろいろ喋るときにちょっとね、今までとちょっと違うような感じですね。笑ったら苦しくなります。めちゃくちゃ笑ったら苦しい。はい、もう息が続かない。本当に。じゃあいつも あの豪快な感じはなくなるやん。あ、いつもと変わらない感じですね。それでも変わらない感じでいくそうですね。はい、でも頑張ってます。で浴衣ウィークですよね。はい、ということで僕はあのジンベエなんですけどね、これ。そうなんです、はい、似合いますね。あ、そうですか。はい、あのね、着物といえば、浴衣といえば着物じゃないですか。はい、そう、あの、うん、ドイツの友達のところに、うん、家族で結婚式に行った時あるんですよ、うん、で、まあ、奮発したんですけどね。おー、うん、あの震災の後だったんで、うん、お金とかなんとかいろんなことね、後々何でもできるようなことを考えるよりも、うん、今しかできないことをやっとこうみたいな感じで、ちょっと考えが変わりまして、うん、ちょっと子供が小さいからとかなんとか、そういうことはちょっと置いといて、うん、とりあえず気持ち行きたいんだったら行こっかみたいな、家族全員で行っちゃったんですよ。へえ、せっかく行くんだったら、うん、着物着てこうかってことなんです。素晴らしい、うん、で着物貸してくれるところがあるんですよね、簡単に着れる着物、うん、ちゃんとしたあの着付けとかできないから、はい、あの正式な場とかでは多分怒られちゃうような着方かもしれないですけども、うんうん、あのちょっと着物を着るだけで、うん、対応が全然違うんですね。へー、もうスターになった感じですね。へー、そうなんだ。特には男はまあそうでもないんですけど、女性はね、着物着るとね、うん、引き立ちますね。あー、うん、まあ、そうやっぱりこの海外の方も、ええ、もう着物をイコールやっぱり日本
ジャパンっていうイメージがあるから、何にも言わなくてもね。あ、すごい。でもちゃんと着物を着てるっていう時点で、もう他のアジア系の何者でもない日本っていうね、それがもう分かるじゃないですか。はい、日本っていうのはなんかいい人ばっかりとか、いい国ばっかりとか、いい国で悪いことする人はいないようなイメージで、いますから。だからもうね、ピップ待遇っていうんですか、こちらで。本人たちより目立っちゃいけないなっていうのはあったにはあったんですけども、はい、ちょっと地味めの服は着てても、はい、でもやっぱり和装して行くととても喜ばれる、逆に向こうの人にも。あ、でも日本の正装って言えばやっぱり和装、着物だから、すごくあれですよね、なんて言えばいいんですかね。なんかでもやっぱりそういうところからも待遇されるんでしょうかね。ですね。浴衣だけでも全然着物ですから、多分浴衣でも良かったかもしれない。あまり分からない。もう本当着物着てるっていう。ああ、なるほど。そっか。海外の方からしてもちょっと珍しいというか。そうそう、一緒に写真撮ってとかね。ちゃんとその友達と現地の外国人、いろんな国から集まってきたんですけども、でその中でもそういう着物を着てると一緒に混じって写真撮ろうと。ゲストなのに本当にあれですね。そうそう、ちょっとスターになった気分。そうですね。ちょっと外国の人っていうだけで、ちょっとこちらも英語とか流暢じゃないんで、ちょっと喋れたのかな、多少は。だけどもちょっと離れるとなかなかうまく喋れないっていうのもあるし、なかなか入っていくことはできなくても、子供たちもおいでおいでみたいな感じでもね、その場の雰囲気はなんか、あ、着物だ着物だみたいな感じで、そうで、帰りにタクシーで、ちょっと B&B みたいなところ泊まらせてもらったんだけど、そこまで帰るのに道がちょっとよくわからなくて、住所とかを書いてもらって、ホテルからここにタクシー呼んでくれって、ここからここまで行くからって、そんなことをやったら、メルセデスのリムジンが来ちゃって、着物とか着てるから、すごい、全然違いますね、なんか待遇が、なんかホテルの対応もやっぱきちっとした人なんだろうなと。大してきちっとしてなくてもなんかちょっとこう一生懸命やろうとすると、それがちゃんと伝わるっていうのがなんかいいところかもしれないですね。ちょっと一つ面倒くさいですけどもね、着物を持ってくとかっていうとね、着付けもちょっと大変なところありますもんね。でもちゃんとした着付けをしなくても、ある程度簡略化したものが借りられるんですよ。あ、そっかそっか、それはまたありがたいですね。そうそう、1週間ぐらいだったかな。それ多少金額は張るけども、持って行って悪いことはなかった。あ、持って行っただけのことがあったって感じで、喜んでもらえたっていうのが。あー、すごい、いいですね、なんかこう、そう、浴衣だけでもいいと。なんか雰囲気違うじゃないですか、浴衣着るって言っただけで。スタジオの雰囲気はまた ね、これお見せできないのが残念なんですけどね。あー、確かに。まあでも気分も上がりますし。そうなんですか。はい、もういつもと違う感覚です。ふわふわしてます、とっても。あれ、カープボーイさん、お墓の掃除しに行く気ではないですよって。はいって、男性陣はやっぱりジンベエが多いな、楽してるわらって言ってます。そう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 、ちょっと楽してしまいましたね。でも、でも僕も前、着物花さん前の番組やってるじゃないですか、あそこに行ってちゃんとやりたいなとかね。あ、その前までは鹿五右衛門みたいにしたいなとかって思ってます。鹿五右衛門ってそういえば着物というか袴かみたいな感じに言われたんで、ちょっと違うなと思って。でも、着物花さんは本当に珍しい柄の着物とか、色とかもすごい素敵なもの、たくさんあるので、もしかしたらあるかもしれないですよ。ね、刀もあるから、刀も。刀、小物、小道具。小道具。僕もこれで麦わら帽子かなんか飾ってね。あ、おしゃれじゃないですか。でもそしたら手が伸びちゃったりして。なんかこのジンベエもやっぱり動きやすいだろうし、はい、爽やかな印象を受けるので、ね、とっても素敵なんですよ。涼しいですよ、とってもやっぱ涼しげに見えて、とってもいいんですけど、はい、浴衣姿ってなるとちょっとドキドキしますね。あ、そうなんですか。どこの人の浴衣、女性でも、ど
ドキドキしますね。いいこと聞きましたね。かっこいいですもん、だってやっぱり。そう。はい。あ、この前ね、FM 小座行ったら、はい、町田さんが、はい、また顔ちっちゃいですね、あの人ね。そうなんですよ。背はちょっと高くてね。お顔もちっちゃいし、スタイルがいいから、何でもね。さすがミス、ミスなんとかですね。はい、ビスカス。あのね、一緒にいた男性の方もね、うん、あの本当に西川五右衛門風の袴みたいな和装してて、どなただろう、へえ、同じパーソナリティさんなんですかね。ああ、ね、なるほどなるほど、うん、でもその人もなんか結構背が高くて、うん、お似合いでしたか。イケてる感じでした。へえ、素敵でした。あのぜひ今回は、まあ、峰田さんもいろいろお仕事の兼ね合いとか、うん、はい、あったと思うんですけれども、うん、本当に浴衣ウィーク以外の休日、うん、スとかでも家族と一緒にレンタルして写真撮ったりとか、うん、ちょっとその辺の街をぶらぶら散歩するとか、うん、そういう風に過ごされても絶対楽しいと思います。みんな喜んでくれると思いますよ、ご家族も、ね、こんな姿でうちはもう花火大会とかね、いいですね、はいはい、夏がやってきましたです、ね、そうそうそう、夏が来たといえばですね、うん、そう、七夕なんですよ。七夕ってどんな日って結構話題になってましたかね。うんうんうん、あの織、一般に言われるのは、まあ、織姫と彦星のが、天の川を渡って一年に一度だけ出会えるというね、はい、4月の中の夜のことですね、うん、短冊に願い事を書いてね、まあ、ここにも笹があるんですけど、笹に飾り付ける、うん、雨が降ると、ね、天の川が渡れないとも言われて、てるてる坊主を吊るした人も、まあ、いるんじゃないかと思うんですね。はい、まあ、かつては旧暦の7月7日だったんですって。現在だと8月の上旬から下旬頃、うん、昔は晴天率の高い行事だったんですけども、うん、本土では意外と雨が降ったんですよ。あ、どちらかというと、はいはいはい、で僕の結婚式が7月8日にあったんですけど、7月7日にあの役場に行って席を入れた、うん、一応7月7日今日が結婚記念日、うん、21回目なのかな、うん、まあ、男性陣はねよく忘れちゃうじゃないですか、日付と、はいはい、だからこういう日をあの、うん、記念日にすると忘れないですね。なるほど。峰田さんたちはじゃあ明日記念日、今日、うん、今日、今日が7月7日に席入れたんで結婚式は8日なんだけど、あ、なるほど、もう7日に入れといて。峰田さんおめでとうございます。ありがとうございます。もう今更なんですけど、いえいえいえ、で、まあ、忘れがちなあの男の人はそういう記念日に、うん、あの合わせて、忘れない記念日に合わせると、うん、あ、そろそろみたいな感じで忘れないと思いますね。なるほど、はい、ぜひ男性陣の皆さん今メモしていてくださいね。で、まあ、新暦の現在では7月7日は日本の多くが、うん、梅雨ですもんね、まだ ね、うん、ですね、うん、晴れる確率はざっくり3割ぐらいだそうですよ。、うん、でも東海地方、沖縄は結構ね梅雨明けしてますからね、はい、大丈夫だと思うんですけども、もう真夏日ですよ、もう、そうそう、遅いぐらいでしたからね、ですね、東海地方、山口県などは雨が降った方が縁起のいいという逸材も残っているそうですね。豊作とかですかね、その関係、なんでしょうね、うん、人の恋路を邪魔しちゃうことにはなるんですけどもね。結構星様となんかこの七夕の話って中国の、うん、あの中国が元になってるそうですね。中国風だとね、淑女、織女、織の織る女とか言って淑女、うん、あとはあの彦星は牽牛、牛を引っ張る人ですね、うん、ちなみに韓国とかベトナムにも七夕があるんですって。日本は奈良時代に宮中行事として伝わって、うん、織姫が旗織の上手な働き者だったという内容から、うん、手芸や、裁縫の上達を願う風習につながったということで、星に願い事をする原型はここから始まっているそうですね。で、江戸時代になるとね、七夕は五節句の一つなんです、うん、幕府公認の祝日だった、寺小屋などでは紙の短冊に願い事を書き、読み書きの上達を願ったのです。ね、浮世絵にもね、いろんな形の短冊が書かれているそうですね。ちなみに七の夕方の夕と書いて、うん、七夕っていうのは
日本では古来神事などに使う高貴な布を織る行為を七夕と呼んでいたため、うん、本来なら七夕と読む外来語に七夕という大和言葉を当てたようです。他にも諸説あるんだそうですけどね、うんうんうん、はい、そうなんだ、うん、織姫と彦星の伝説があってね、いろんなバリエーションがあるんですけども、内容はほぼ共通しているという、うんうん、まあ、天帝というね、はい、神様の娘である織姫様はね、旗織りがやっぱり上手で働き者で、もう一生懸命働いてるんで、同じく働き者の牛飼いの犬牛と引き合わせたところ、一目で恋に落ちて結婚しちゃったんですって。へー、まあまあ、あのちょっと寅さんとかあってですねっていうのはちょっとね、あの惚れちゃって、なんていうのかな、ところが、ね、結婚すると遊んでばかりでね、働かなくなっちゃったんです。あら、もう織姫さんのことをね、顔を見てるだけでほーっとしちゃって働きになんかね、行けなくなっちゃうんじゃないですかね、もしかしたらね。なるほど、なるほど。美人の人は要注意ですね、男の人だからね。うん、怒った、天帝怒っちゃったんですって。やっぱりその織姫が作ったものを着たいって思ってるのに、あの着物がなかなかね、あの上がってこないことから怒っちゃってね。うん、2人を天の川両側に引き離したんですけども、でも泣いて悲しんだために年に一度だけ七夕の夜にだけ会うことを許すようになったという、そんな話ですね。かわいそうちなみにあのその宿女星っていうんですけども、織姫星は琴座のベガ、剣牛星は鷲座のアルタイル、どちらも一等星でもうパッと見える夏の大三角形の二角を、ね、になっているというね。うん、はい、日本では7月上旬から見えやすくなって9月の上旬ぐらいまでよく観察できるそうです。七夕の頃だと20時から22時頃東の空の下の方に見え始めるということですね。で、あの夏の大三角形のもう一つは白鳥座のデネブというものが加わっているそうです。うん、農業に適した季節になると明るくなるから農業や、農業などを司る星と考えられていました。すごいですね、うん、そんな旧暦の七夕を国立天文台は伝統的七夕と呼んで毎年公表していって、2021日の伝統的七夕は8月14日これは土曜日ですね、うん、今回はね七夕飾りの意味もあるそうですけど、うん、なんかいろいろその吹き流しとかくず籠とかいろんなもの作るじゃないですか、うん、はいはい、あります。あれもなんか意味があるそうなんで興味のある方は調べてみると面白いですね。なんか宜野湾にも、短冊だけではなくて、はい、そういうなんか他の飾りもあるんですよ、笹にかけてるやつ。ほうほうほう、意味調べてみます後で。巾着とか紙子とか折り鶴は折り鶴でね、ちゃんと名前があるんですね。 その飾りにも網飾りとか。そう、よくあの2つ折って、折った方からハサミ入れて1センチぐらい残して丸くする、あれくず籠っていうそうですね。ありますよ多分、うん、FM ギノワンに、ね、ありますね、うん、そうそう、いろいろあるそうですよ、意味がね。面白い。で、七夕に食べる料理っていうのもあるそうです、うん、作兵衛って言って、七夕の食べ物としてね、小麦粉やもち粉をひねってあげたお菓子、そんなのが麦縄とも呼ばれていて、うんうん、奈良県あたりとか、うん、はい、でそうめんが、うん、あの食べ物だそうです。かりんとうとか、七夕とかすごいですね、うん、その他あのまあ浴衣を着てますけど、7月7日七夕、うん、浴衣の日でもある。ああ、そうなんですか。織姫がねポニーテールであることと、ポニーテールが浴衣に似合うことから浴衣の日っていうのが決められて、浴衣連合会、日本浴衣連合会っていうのがあるそうで勝手にもう決めちゃいました昨日私、うん、本当にまさにポニーテールに浴衣でした。はい、おー、かわいい。今日すればよかった今日すればよかった今からでも遅くないですかね、はい、頑張ってくださいありがとうございます。じゃあ今度またポニーテールのね、午後からポニーテールで来るかもしれない、かもしれないはい、ということでなんかその、はい、カープボーイさんからまあいろんなことが来てますね。もう、うん、クリスマスツリーに飾る飾りも何か意味あるのかなって。あるかもしれないですね。いろいろね調べてみるとあるみたいですね。うん、適当にやってましたけどね。
面白いかもしれないですね。でもそういうところから調べてみるのも、うん、そうですね、はい、ということでですね、うん、夏ということでもう沖縄はねスカッと晴れて、うん、暑い夏なので、はい、曲をちょっと用意してきました、うん、西城秀樹さんのブルースカイブルー。びっくりした。面白いですね。七夕もいろいろ改めて、ね、調べてみると超面白い。なんか大体の話はざっくりは分かってはいたんですけど、なんかこういういきさつがあって離れ離れになったとか面白いですね。ね、そう、意外とあのヨーロッパにはないんですね、7月7日ね。ああ、うん、東洋系のお祭りなんですね。そうですね、うん、でもなんかもう今日が七夕っていう感覚がないな感じがしない。そうですね、はい、まあ、なんだろう、確かに忙しいからじゃこれ曲終わったら、はい、CM に行きましょう。そうですね、でももう時間が残りわずかなので、はいはい、ほらほら曲が多分最後まで流せそうにないんですよ。はははじゃあこれで終わっちゃうような感じなのあれ CM の時間なくなっちゃったか。途中でフェードアウトして、ええ、CM 行ってもエンディングの方がいいかもしれないです。あ、はいはい、わかりました。もしくは、ええ、今曲の途中フェードアウトして CM 行くじゃないですか、はい、で CM 明けまた曲の途中からエンディング BGM として流して。あ、それでもいいかもしれないですよね。ミネタさんが最後の挨拶をなさって、あ、はい、じゃあ一旦、はい、ちょっとフェードアウトして CM 行きますね。はい。おお。すごい。いろいろできますね、さすがに。2分ぐらい話せますかね。2分とちょっとは話せます。西城秀樹さんの曲はもう BGM で流しておきます ね、 すね、はいはい、続きからはい、途中で CM が流れましたけどもね、うん、BGM でまた西城秀樹さんを聞きながらね、はい、そのままエンディングみたいな感じになりますね、はいはい、ちょっと話し過ぎちゃったかな意外とそうですね、七夕っていうだけでね、はい、はいはいはい、であの西城秀樹さん、お亡くなりになったんですけどもね、うん、亡くなった時のお葬式にもこの曲流れてたんですね。爽やかな曲ですね。そうそう、ヤングマンで有名だったんですけどね、うんうんうん、ヤングマンとこの曲、まあまあ最後まで聴くとこの曲なんか、あ、こういう意味なのかっていうのが分かって、まあまあ名曲ですけどもね、うんうん、でやっぱりあの脳一血とかそういうのでね、脳梗塞とかで散々闘病して、うん、最後の最後はあの水分を取りすぎちゃったらしいですね。水分取らなくちゃいけないんですけども、うん、脅迫還元で水分を取りすぎちゃってバランスが悪くなって、はい、ミネラルも大事じゃないですか、塩とか塩分とか、はいはい、そのバランスが悪くなってあまり良くない状態になっちゃった。難しいですね。飲みすぎちゃうんです、ついつい飲まなくちゃ飲まなくちゃ。あ、相当苦労してたみたいですね。ちょっと精神的にもやっぱり追い込まれちゃいますもんね。そうかそうか。
ね、あの元気なヤングマンがね、うん、早くこの世をね、うん、去ってしまいましてね、うん、ということで水分補給あのこれから大事ですからね、うん、あのそうは言っても、はい、そうですね、なるべく1リッター以上ね、うん、2リッターぐらい取ればいいのかな、はい、そんな感じで、夏を暑い夏を乗り切りましょう、はいはい、ではまた来週よろしくお願いします。めっちゃいい歌ですね。そうなんですよ、意外とって失礼ですよ。ありがとうございました。なんかいろいろコメントくれたんですけども全部紹介できませんでした。いいですね、あのこういうふうにされるの。すごい夏って感じですね。すごいもう景色が綺麗ですね。青い空、青い海。でもここなんか建物去っちゃうんですかね。